試合で使う野球道具を紹介したいと思います。大阪にもちらほらマゴリストがおるらしいです。みんなどうせ使ってないんでしょ。使ってないな。俺は使ってます。どうもワンちゃんです。今日はですね、朝からあの試合があるんですけど、今回は2023年の試合で使う野球道具を紹介したいと思います。今日ね、もう皆さん結構野球道具揃えてもう試合やってると思うんですけど、あのハイサイズの野球道具紹介出したんですけど、自分の何を使うかっていう動画出してないんで、カシャカシャうっさいね。いやいや、お前が横で始めるからやんかって。ちょっとね、何使うか紹介していきたいと思います。チャンネル登録よろしくね。じゃあまずね、今年のカバンもこれです。これね、めちゃくちゃいい。マジでこうグローブ8個入るから。でまあ部品とかスパイクとかエルボーとかいっぱい入って、ヘルメットも自分持ってるんで、これマジでいい。グローブいきましょう。オーケー。まずね、こちらです。じゃん、マーゴです。これ今は使ってるんですけど、ちょっとセカンドになってちょっと土手が広いっていうのがちょっと考え出してきて、もうちょい土手狭いグローブの方がいいかなって今は思い始めてますけど、めっちゃ取りやすいしフィット感がめちゃくちゃいい。なんで今年もこれ使いながら、まあ、新しいグローブもう一つ来るんで、それが来るまでちょっとこれでいきたいと思います。これでもかっこいいよな。これかっこいいな。いいですよね。大阪にもちらほらマゴリストがおるらしいです。マゴブーン。はい、2つ目、グローブじゃん。これこの前動画出したと思うんですけど、グローブボックスさんで買った DS1、 これ小指2本でこんな感じで。これ土手は、これ土手狭いんです、うん、最近土手狭めのグローブの方が合うんかもしれん。元々土手広いイメージや、ね、広くて5本指で入れてたから。ただやっぱ2本指になると土手狭い方がいいんかな。今2本指流行ってんの内野で。小学校の時これ小指2本でした俺は。ザラックスで。へえ、ザラックス。ザラックスそしてこちらやん、これもたまーにピッチャーやるんで、これも動画に出したんですけど、ファイヤーズ。これは特に、ないです。たまにピッチャーやるから、ピッチャーやりそうな時だけカバンに入れてる。でもこれボルドーかっこいい。かっこいいよな。軟式をなんか陽一郎っぽくないねんけど合ってるわ。当てるでしょ。うん、これです。特にこだわりはありません。はい、じゃあ次チャンネル登録よろしくね。エルボー今2つ持ってて、1個はこのエボシールド、そしてアクセフィベルガード。これ意外とあんま持ってない人多いと思うんですけど、これも動画で出してるんでよかったら見てください。これはマジで軽い。めっちゃ軽いです。公式用なんかな確か。軽いのに公式。うん。でこっちはそのエボシールドって言って自分の形になるエルボー、自分の形に硬くなる。ほら、あの何骨折した時のギブスみたいな。これこれちょっとな、スイングしてる時にちょっとずれんねんな、だから最近はこっち使ってますけど、ユニフォームで書いてます。これどう、かっこいい。かっこいいだ。はい、そう。そうなんです。かっこいいでしょ。右肘、左肘やってくれ。はい、じゃあ次バッテ、うん、マルチ、マルチのバッテ、うん、これめちゃくちゃいい。これスポタカさんで買いました。ただす、これちょっと固めと思いきや実は柔らかくて、触ってみ、今まででいっちゃん柔らかい。これいい感じ、いい感じで、なんかこう肩押しみたいなダイヤモンドみたいななってんねんけど、うん、いい感じです。シープやったから、グリップ感は、グリップ感めっちゃいい感じ。そしてかっこいい黒金、今日のね黒ユニと、うん、黒金とかのイメージは。そしてマイヘルメット、これ大事です。あのサイズないって言って慌ててるハイサイズメンバーをおるのを見て、あまだまだやなと思ってます。自分のがあればサイズちゃんとかぶれるから、誰が打順後ろでやろうと前でやろうと。たまにおるやん、あれ M ない、スパイク、これです。これマジでいい。これ前に出したんですけど、あの大谷翔平選手も使うニューバランス、これねグリップ力もマジでめっちゃ良くて、強セラの土がついてます。うえ、舐めとけ舐めとけこれねおすすめですよマジで。最近これしか履いてない。
こうポイントやけどちゃんと刺さるっていう。スパイクおしゃれ。それは結構持ってる。あとアディダスと、あともう一個ポイント持ってるけど、密かにまだ使ってます。ヒットバッチ。これ多分2年ぐらい前に発売されてちょっと一時期流行ったんですけど、みんなどうせ使ってないんですか。使ってないな。俺は使ってます。割とヤジぐらいから。ああヤジ使ってる。なんか前までこれいらんなと思ってたけど、もう一回つけたらめっちゃいい感じで。なんか今付け方変えてんねんな。そう。よく知ってるね。この人差し指、ほんま多分人差し指やねんけど、中指でやってます。これはこうやって合ってるかは分からん。ここを挟んでこう。人差し指こう。そう立っちゃってないから。そう立てちゃうから。中指でやったらめっちゃ感覚いいんで、よかったら試してみてください。チャンネル登録よろしくね。サングラス。がオークリーの、スートロです。もう最近もう眩しくて無理やで、もう YouTube やりすぎてな。そうパソコン見すぎてもう今ももうやばい。ダッシュが神々しく見えるもん。それは元からやけど。これでもいい。これでこのサングラスを買ったおかげで打席でもサングラスをかけれるようになりました。ジョーブレイカーちょっとこの辺がこう見えねえな、この辺が。それがめっちゃ嫌で、でこれはピタッとしてるんでいい感じです。あとこれたまに使ってます、アクセルベルガード。待って、これもいいです、薄めで。これ多分薄い方が好きなんやな。チャンネル登録よろしくね。ということで今回2023年の試合で使う野球道具を紹介してみました。皆さん何を使っているかコメント欄でぜひお願いします。ということで今日の動画は以上です。ゆるい感じでお届けしました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。